こんばんは。お疲れ様。もう前髪が気になってしょうがない。ファンミヤ二次受付あるかな。どうなのかな。前回ってどうだったっけ。覚えてる？第1回目の時いい、本当ありがとうございます。あった気がする。あるのかな。じゃあじゃああるよ書いてあったらしい。じゃああるわ。ありがとう、教えてくれて。トニーサックスありがとう。あれかな、なんか多分何ですか、前の方の前方の方のチケットは多分枚数が少ないので、それは多分外れた方がいらっしゃる。プレミアム席。そうね、会いましょう皆さん。ファミ、キャパ大きくしよう。キャパ大きくっていうかあれだな、いっぱい開催したいですね。回数を増やしたいな。なんかそうなの、年2回ぐらいのペースだから、この感じ。ありがとう、ハート。場所ね、確かにね。ね、11月ぶりやけんね。7ヶ月ぶり？え、7ヶ月ぶりか。関西で、広島で。もういっぱいしてくださいって、いろんな場所で。うわー、どうしましょう。ちょっとね、場所に関してはね、自分が決めてるわけじゃないので、なかなかもう叶うかは難しいところではあるんですけども、ありがとうございます。まあ確かにね、関西はね、そもそもイベント系が少ないのですっていう。そうね、まあ、兵庫よね、いつもあるって言ったら。小豆島でも行きます。あ、小豆島いいね。小豆島よくない？名古屋もないよ。まあ確かにツアーぐらいですかね、名古屋行くってなったら。
そうですね、今度フェスある、あります、今度四国でフェス行きますよ、名古屋、まあ、そんなこと言ってしまえば、まあ、九州も少ないんですけどねそうですね、主にまあ広島が多いもんね。東北も、北海道？北海道はね、確かにね、北海道は2回ぐらい行ったことあるけど、見てありがとう。東北ね、確かにね、東北、東北、北海道また来て、北海道行くってなるとライブとかしないとですもんねじゃないとね、なかなかね、北海道2回だと思う、え、うん、どっちも STU、仙台また来てね、仙台いいよ、仙台ね、おきちゃんと、うん、行った、あのホヤホヤで、ホヤで行きましたよ、ホヤ館ね、PR 舞台ね。PR 舞台来るかなってどういうことや。PR 舞台第3弾やるかってこと？やらないんじゃない？わかんないけど。やるのかな？ありがとう。でもなんかよくわからん感情になるなよくわからん感情になります。今はないんじゃない？なんかさ、何かしらあるときちょっと全部相談してほしいですね、私たちにもあの運営の皆さん相談してください。何かあるならば
全部相談してほしいですね、一度こちらに。心の声、いや本当にね、もう本当に思うんですよ、本当に相談してほしいです。自分たちも結構知らないので、俺にも相談してくれ、もうサプライズでも何でもなくなってくる。来週から2週続けて姫、そうですね、あれです、リリースイベントが7月6日にあって、さらに次の週はあの TGC に出演させていただきます。あれです、 ST48 のみんなでも出演させてもらうし、なんかモデル出演もさせてもらうので、そう2個ステージ出ます。嬉しい。おめでとう、ありがとう、わっしょい、嬉しい、結婚してありがとう。歩き方の練習、なんかさ、なんか私過去に2回そういうランウェイみたいなのさせてもらったことあるんですよ。1回目の時にまだ ST 入って結構間もない頃の時にガールズアワードでランウェイさせてもらった時があって、その時になんかその場所にいたランウェイの歩き方を教えてくださる方がいらっしゃって、でその方が教えてくださったんですけど、もう本当に私の歩き方はなってなかったみたいで、もう全然本当にもういろいろとすっごい指導をたくさんしてもらったんですけど、もうなんかね、そう、その場にいらっしゃったんですよ。でなんかリハーサルがあるんですけど、そのリハーサルはなんかまあ何ですか、こう教えてもらうんですよ。まずこう行って、今度こっちに行って、こっちのカメラ見て、こっち今度行って、こう行って、こうして、でこうやってこのこっち側で歩いてこう帰ってきてくださいねみたいな感じで、なんかそう教えてもらうんですけど、なんかまあ、初めてだったってのもあるし、なんか本当にもう周りもめっちゃモデルさんばっかりで緊張して、私もうリハーサルの時にめっちゃおどおどして、もう本当にもう、もうこんなもうおど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 みたいな感じでリハーサルしてで多分それやばいってなって、で教えてもらったんですけど、それでも全然なんかいやもっとこうみたいな感じで、そう私はもう本当にちょっと大変だったみたいで、おどおどしてた、もうビビりまくってました。でさ、本当にもういろんな出演者の方がいらっしゃるから、私ケータリングも取りに行くのもなんか一苦労で、だってやっぱケータリング取りに行くってなったらいろんな方がいらっしゃるから、どうしようって思って、本当にね、なんか知らない人がいっぱいいる場所に、初めてお会いする方とかがいっぱいいる場所に行くと本当にもうダメです、私は本当にダメなんです。美容グッズはもらえる、いっぱい、なんか袋にいっぱいもらえます。なんか目線に合わないようにこうちょっとしゃがんで歩く廊下とかもあ、お疲れ様です、お疲れ様ですみたいな、お疲れ様です、もう魚みたいな感じ、ちょっとお疲れ様ですみたいな
緊張する、緊張するし、できるだけ楽屋にいる。いや、ありがとうございます。なんかその前行った時は一人で、その最初に出た時は本当モデル出演として出させてもらったので、なんか楽屋が本当に学習塾みたいな感じで、一人一人こう名前貼られて机があって、で座って横にもみんなそれぞれ人がいっぱいいるんですよ。本当隣にボワーっていっぱい本当にモデルさんたちがいっぱいいて、で STU の楽屋って感じじゃなくって、みんなで使う楽屋みたいな感じなので、本当もう塾みたいな感じなので、みんながそれぞれこう座ってメイクしたりとか準備したりとかしてて、もう私は座ってるだけでドキドキして、いや今回はあれかな、みんな いるからみんなの楽屋かもしんないけど、そう、なんか名前貼られて席がある。でなんかみんなモデルさんだから、やっぱモデルさん同士とかってよくこういうなんかランウェイとかで会ったりするじゃないですか、いろんなコレクションとかでだったり雑誌とかで会ったりするだろうから、みんな知り合いとかだったりするんですよ。で、あー久しぶりとかって言ってる人たちが周りとかにいて、もうみたいななるんですよ。初めてだったら久しぶりの人もいないよ、みんな初めましてだ、転校生みたいな気持ち。ありがとうございます。まあでも今回はね、地元で開催できるということで本当に嬉しいですね。ありがとうございます。今回知り合いいる？でも今回みんな一緒だから、8人ライブの時に一緒にいるから、なんかこれ第1回目で、第2回目じゃないや、2回目の、私にとって2回目のランウェイはコッコさんと一緒に歩いた TGC だったんですよ。でいつだったかな、なんかいつかだったんだけど、いつかに会ったんだけど、ちょっと年とかはあんま覚えてないんだけど、そう北九州かだったんですけど、その時はでも衣装とか全部決められてるんですよ。中村舞さんこれ着てくださいねってな感じでなんか着るじゃないですか。でそうメイクさんもその現地の方がいらっしゃるんですよ。ほんとモデルさんをメイクするメイクさんなんで、そうその方にメイクしてもらうんですけど、モデルメイクって結構特徴的じゃないですか。あとなんか衣装によって全然変わるじゃないですか。でなんかその時になんかこうしてくださいとかあんまりオーダーはせずにやってもらったんですけど、そう前髪がなんか自分おでこあんま出したくない人で、でもなんかいざやってもらった時に、ま、なんか前髪がもう本当にもうなんか立ったんですよ。こんなに立っちゃって、でなんかうわ立ってるな前髪って思ってたんですけど、言えなくって心の中で思ったけど、前髪がだんだん立ち始めたって思ったけど言えなくって、そうでだんだんこうもう本当に、いやそうで私はもうずっと心の中でやばいおでこ出したくないじゃんってなってて、で結局最終的に
あの伝えれたんですけど、後から。そうなんで、あの多分歩いた時は全然普通のいつも通りな感じのアイドル前髪だったと思うんですけど、そのなんかあのメイク中にそういう出来事があっていや、そう、でもさ、モデルさんってさ本当にどんな髪型しても似合うじゃないですか。で私も前髪が本当にすごい立ったの、もうちょっと見せたいぐらい。いやちょっと今回どんな風になるかわかんないんですけど、どういう服を着るかもちょっとまだわかんないので、写真ないと思う。え？残してないと思う。もうなんか立って、しかも交差してたの、こう左右の髪の毛が、もうすごい可愛い髪だったからいやそう、なんか私の中でその思い出が強くて、おでこも写真集、え、だ出してるよ、おでこ出してるくない？モード系？いや全然モード系ではない。見てみたい。じゃあ私が書いてあげるよ、その時の自分の。なんかその時ねツインテールしてたの。ツインテールは変わんないんだけど、下目でツインテールして、で巻いてたの、くるくるくる、ちょっと巻きのツインテール。メイクも多分モデルメイクだったんだけど、ちょっとどんな感じだったか覚えてない。で、あ、眉毛があって、だって鼻水出たやばい、耳かいてない。本当にこんな感じこんな感じだったの、こんな感じ。鼻水出た、こんな感じ。赤ちゃん、確かに、あ、赤ちゃんみたいだね。ちょっと絵で思い出したけど、後でタワーのお礼します。5月分です。5月分のお礼させていただきます。で多分名前が重複してるかもしれません。14、あとそうだ、なんか結構お話し会とかで誕生日にタワー投げたんですけど、自分の分がなかったですって言われた方がちらほらいらっしゃったんですけど、多分インスタの誕生日のやつは前回のもので、今回まだやってないので、すみませんって感じなんですけど、そう、今回分は、ちょっと、まだ、なので、すみませんが、少々お待ちください。私、前回のその24歳になった誕生日の分。
なんで結構前のやつなんですよ、あのインスタのハイライトに載ってるやつは。すみません、今年はまだ書けてません。来年まで待とうな、やばいって、本当に本当にやばいって、本当に来年になるから、あのマジで来年になりますよ、本当にやばいって。待ってくれる人がいっぱいいる。そう言ってたらタワーもらった、タワーもらいました。パスちゃん、パスちゃん、パスちゃん、ありがくま、ありがくま、クマリング、ありがとう。うん、あのジューンブライドだからダイヤリング持ってるね。ありがとうパスちゃん。シシカカともありがとう、どうもありがとう。婚約タワーなの？じゃあ婚約指輪なのか。ありがとうございます。いつタワーのでしようかな。ちょっと今何時だ？ 23 時か。もうやっちゃおうかな。もうやってもいい？じゃあやります。まず5月1日です。アルフォートさん、じゃん、これはひなさんの卒業コンサート、あ、卒業公演かの日にもらったので、かわいいを書きました。アルフォートありがとう。明日の花だれ公演最初だよ。ありがとう、お待ちしてます。花だれ公演だ明日は、ゆきりか生誕祭、ありがとうございます。続きましてクルミナルさん、じゃじゃーん、ありがとう。トゥルルルトゥルルルトゥルルルトゥトゥルルルトゥトゥルルルトゥトゥルル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 ルトゥ、これくるみくるみなら、ありがとう。あのくるみが鳴ってる感じ、え、うまいよねこのくるみ、あのあれ割る前です。ありがとうございます。続きまして、あ、これはね5月2日にもらいました。続きまして、全部日付書いたんだよ、5月4日東京のスワンさん、なんか5月病なんか5月病なんか私メモってるんだけどさ、なんか5月病〇〇さん5月病みたいなの書いててさ、なんかなんで
このメモしたんだろうかなみたいな思ったんですけど、五月病の図書きました。そのメモってるんですよ、その日何があったとか、はい、東京のスワンさんありがとうございます。これは机にこうやって手ついてってやってる感じです。これこれ足じゃないですよ、これ黒いの机です。これ足だったら足めっちゃ生えてる、4本になっちゃう。ありがとう東京のスワンさん。やる気出てないみたい。続きまして、あ、またまたアルフォートさん、この日はねフラワーフェスティバルでしたね。フラワーフェスティバル、なんかもう懐かしく感じる。フラワーフェスティバルありがとう、懐かしい。フラワーフェスティバルありがとうございます。これはチューリップ、あとはよくわからん。やった。続きまして、ミッキーさん、はい、5月11日この日はね朝配信したんですよ、なんで寝起き。ありがとうございますミッキーさん。これ布団、寝起き、え、5月11って何かわいい、え、ツアーか、そうじゃ、え、そうや、香川、愛媛で、そうなんですよ。その香川の公演があった、あと愛媛移動したから、そう0時回るからこの日にやったんだ、朝。ありがとうございますミッキーさん。続きまして5月17日に参ります。お、東京のスワンさん、これなんでこれ書いたん、7周年、7周年ツアーのあれだ、広島だ、もみじまんじゅう書いてる、ありがとうございます。これこっちの手でもナナってやってんの、ナナ7周年ありがとう。ありがとうございます。続きまして、風と海とさん、これは5月18日ココアさんの壮行会の日ですね。なんでこれは海を渡れの旗持って踊るやつ書いた。風と海とさんありがとう。海を渡れです。ありがとうありがとう。ちょうど海が入っててあれですね。海と海とさんありがとうございます。僕らは無謀な渡り鳥、 GPS じゃ追い切れない、ズンチャン。続きまして、あ、またまたアルフォートさん、これはあれですよ、アイドルの夜明けの更新、あ、ここに楽器書いときました、ちょっと更新の図、もいちゃんの絵見ると安心する。これがですか。私でもこれやってて思ったんですけど、私更新得意かもしれないです。結構私更新好きですね、なんか楽しい更新、特技更新って書きたいぐらい、結構私
とあの更新が綺麗な気がするんですよ。なんか自分で言うのもあれだと思うんですけど、多分結構綺麗なフォームの更新してると思うんですよ。いや結構更新得意です。ありがとう。アルフォート続きまして、5月22日にもらいました、元町さん、じゃーん。あの私が毎日アイドル3年目という3周年ということで、はい、3周年、元町さんありがとうございます。画伯ありがとう。あ、ありがとう元町さんありがとう、3周年ありがとう、ありがとうございます。続きまして、ミッキーさん、またまたこれも5月22、3周年。これあの携帯を落として自己配信の絵。ミッキーさんありがとう。ありがとうございます。携帯はよく落とします。なんか見えた？大丈夫でしょう。続きまして、みうらっちさん、じゃーん。これもあ日付、あ書いてるわ、5月22、あの 3周年、毎日アイドル3周年のタワーです。ありがとうございます。これ伝わるかな。ありがとうございます。みうらっち、これあのこれが携帯、これスマホスタンドを立てて携帯 でこれが私で、ヤッホーってしてる。でこれはコメント欄。ありがとうございます。好き、あ好き好き。続きまして、あまだまだアルフォートさん、3周年クラッカー、ありがとうございます。ありがたわ。多分5月22はここまでかな。5月22、ありがとう。足がかわいい、かわいいお尻、毎日見てても飽きることない。ほんまですかありがとう。続きまして、5月23日、これはですねちょっとね、この配信にはいらっしゃらないと思いますね。まいちゃんはじめまして、地方単押しのおっちゃんさんあの千穂ちゃん単押しの方、あの千穂ちゃんとこの日コラボ配信してたんですよ確か。なんでそう、それで多分私のルームに来てくださった方なのかな。ありがとうございます。なんでこのお弁当を食べる千穂ちゃんを書いときました。ちょっと届くかわかんないんですけど、一応ここでパシャ、ありがとうございます。お弁当ちほちゃんです。ありがとうございますきっとこのルームにはいない。続きまして、5月同じ23日、ちほちゃんとコラボ配信した日なんで、ミッキーさん、はい、麺ラーメンをする私たちをかけました。麺仲間なんで、ミッキーさんありがとうございますどっちが私、どっちにしよっかなどっちにしよっかな、
どっちがどっち、どっちにしようかな。そうだな、じゃあじゃあこの麺をすすってる方が私で毛量がこう毛がこうふわってなってるから、私結構こう髪の毛が広がりやすいので今決めたミッキーさんありがとう。続きましてあと2人だ、5月29日にもらいました、ゆうきさんっていう方、はい、ゆうきさんって方のなんかお誕生日だったみたいで、5月29日に投げてくれたんですけど、一昨日が誕生日だったみたいな感じで言ってらっしゃった方なので、5月27日誕生日おめでとうございます。遅れましたが、はい、ちょっとこれも届くのか分かんないんですけど、ありがとうございます。ハッピーバースデーでした。ケーキでかいね確かに、おめでとう。おめでとうございました。そしてラスト、あ、ちょっと待って、日付書いてない、日付か、29じゃないか、5月30かな、29って書いちゃった、30日かも、5月39日になっちゃった、わごめんなさい、許して。はい、ラスト、ミッキーさんありがとう。あのなんかこの時のギフトがなんかパンダがハート射抜かれてるみたいなギフトだったんですよ。なんで、あの、そんな感じです。でもなんか今思えばこれ、こうやってショールームの画面に映してみれば、こうハートが飛び出てますよね。普通さ、この矢はさ、突き抜けたところはここから出てないといけないのにさ。なんか、おかしな現象が起きてるかも。ミッキーさんありがとう。刺さって折れた？お、確かに、まあ角度がありがとうございます。わーやばいということで、皆さんありがとうございました。5月分になりました。そして6月は今日、え、今日が最後？あ、違う違う、6月は、え、今日何日だっけ、29日か、明日が最後か、6月がもう終わるというのですが、6月分はまだです、すみません、ありがとうございます。明日で最後か、なんか30までしかないとさ短く感じる。6月早かったね。もう7月だよ。じゃあ2月はどうなるんですか。もう2月はもう終わっちゃったのって気持ちになります。28までしかないとね。なんか1月から早いけどね、なんかお正月、1月2月3月早い。今年29、あ、うるうる年か。うるう年。うるう年でした。本当にハートありがとう。打ち上げ祭、明日そう。打
ち上げ祭です。なんか打ち上げ祭は歌がいっぱいありそうです。うん、歌がいっぱいありそう。みんなでいっぱい歌って感じです。ありがとう。まいちゃんも歌う、まいちゃんも歌う、みんな歌うよ。そういう感じです。何か発表あるかな。もうそんなに毎回発表があったらもう耐えられませんよ、こっちとら。本当にもう発表発表発表もうない、ありません、発表は。心がね、何かあるかな。どうだろう、どうだろうね、どうだろう、どうだろうじゃない、本当に90年コンサートの発表ないんじゃない、ないでしょう。9周年コンサートの発表がまだ8年目ですって言うしかない。絶対新公演関係はないと思うんですけど、ね、わかんない、ないと思います。あるんだったら先に教えてよってなりますはい、新公演は確定してるんですよ。でも何するかは全然確定してなくて、そう、秋頃をめどに新公演やりますってのは確定してるんですけど、何するかは全然決まってない。何を、ありがとう。何にも分かんないの、自分も。どうなんだろう。クリスマスコンサートは？いやー、クリスマスコンサートだってちょっと気が早いんじゃないって言いたいところなんですけど、ついこの間8周年コンサートを出しましたからね、クリスマスよりも先の。どうですかね。分かんないですね、うん、私もないと思うよ、何にも。みんなそんな期待しないでちょっとね、四国申し込んだよ。あ、四国ね、出ます。7月の四国公演、まだちょっとリニューアル前って感じですね。
秋に秋をめどにリニューアルする感じなので、ありがとうございます。リニューアルはね、これからって感じですかね。ちょっと平日なんですけどね、1月の葵さんの生誕祭以来、え、そうなのかな、1月。でもなんか確かに四国公演なんか久しぶりで、ちょっとなんか、まあ、瀬戸利は思い出せるんだけど、感覚が久しぶりの感覚って感じ。新メンバーが出るのも秋からなのかな、え、わかんない、どうだろう、みんながフリーで終わったらなのかな、わかんない、どうなんでしょうね。ちょっとこの間メンバーが決まったので、いつからかはわかんないけど、リニューアルで曲が変わるってなると多分練習とかするだろうし、ちょっと準備期間になったりするのかな。四国公演見に来てください。なんかさ、新公演はちょっといろんな意味でドキドキしますね。なんか結構新公演をやるってなって毎回公演の準備する時の期間が結構苦しい期間が多いイメージがあって、なんかすごいね、ドキドキするな。僕恋公演ギリギリだった、うん、思い出ある、もう前日にチューしようぜ入れてた記憶あるもん、泣きそうだった、もう本当にチューしようぜって感じだった、愛してる愛してる愛してるマジだよって感じで本当にレッスンしてました。もうやばいってなって、なんかその期間ちょうどスケジュールがいっぱいいっぱいいっぱいでそう、ありましたね。それをナナさんが心配そうに見守ってた記憶があります。なんかナナさんがプロデュースしてくれた公演だったので、ナナさんが本番の前日だったかな、前日見に来てくださって、レッスン場までみんなの様子を、そうナナさんプロデュース公演なので、ラブに音符ありがとうございます。でもなんかナナさんが作ってっていうかプロデュースしてくださった公演は、なんかペアブリをいっぱい入れた公演って感じだったんですよ。本当にナナさんがそういっぱいメンバーとの絡みをいっぱい見せたいって、そのメンバーみんなでペアぶりとかいっぱい入れてやりたいってのがあって、そうだから結構全体曲とかも
部屋ぶりがいっぱいあって、そうなんですよ、チューしようぜもペアぶりだし、友達じゃないかもペアぶりだし、あのなんだっけキスだってもペアぶりあるし、ずっと手、ん？ギュッと手をつなぎながら、あ、手をつなぎながらもペアぶりだし、そう前半4曲ペアぶりでしょ、でお決まりの禁じられた2人やってて、でその後の愛しきライバルもペアぶりで、従順なスレーブもペアぶりで、あのなんだっけ手遅れ交渉は違うか、手遅れ交渉はちょっとペアぶりじゃないけど、でもその目を合わすところがいっぱいあったりするセトリだった。もう本当にね、僕こういう期間はね、オキちゃんとめっちゃ喧嘩してたんですよ。だからさ、もうチューしようぜのペアぶりとかね、もうオキちゃんだったんだけどね、もう本当にね、もう目を合わせるところがね、もうねやばかった記憶があります。なんかなんかすごいね、あのお互い喧嘩してるから気まずくって、でもさなんか愛しきライバルとかかっこいいからさ、ふんって感じでできるけど、もう愛してる、愛してるじゃない、チューしようぜは、あのなんか結構可愛い感じじゃないですか、キュンって。だからやっぱ笑わないといけないから笑顔でね。ちなみに禁じられた2人は一緒だったけど、あの一緒に起きちゃったやつなんだけど、あれは目が大サビまで合わないんですよ。あのずっと2人がなんかちょっとすれ違ってる感じので一回も目が合わないんですよ。なんで そこは合わすとこがなくって、最後のどうぞどうぞで最後に目が一回合うだけなんですよ。そうでそう、そこはちょっとね喧嘩、おきちゃんと喧嘩中いっぱいあったので、超ラブラブ、え、そうですよ、めっちゃ仲いい、いい時とめっちゃもう喧嘩中みたいな時よくありましたね。かなわないこの恋を許してね、胸に秘めたまま。本当に禁じられるとこだった。ありがとうございます。なんか雨降ってんのかな、雨の音がしてる気がする。31分だった。そんな歴史が、そうですよ、私たちはもうほんとすごい歴史を刻んできたので結婚はしましたけど、ほんとに今土砂降りだよって、ずっと雨なの？なんかさ、傘忘れてきちゃうから嫌なんだよね、傘がどんどんなくなってく家から。困っちゃう。
降ってたら思い出さない。確かに。だから晴れた後忘れんのかな。レンタル傘、え、あるよね。私びっくりしたんですよこの間。そう、なんか東京行った時に駅でレンタル傘みたいなのがあって、なんじゃこりゃと思って。なんかさ、レンタル充電器みたいなんとかさ、めっちゃ街中に増えてきたじゃないですか。それの傘バージョンみたいなのがあって、レンタル傘みたいな、すごいと思って。他のとこで返していいやつね。そうなんですよ、他のとこで返していいらしい。その充電器とかもね。ね、すごいよね。いくらなのかはちょっと知らないけど、借りてないからわかんないけど。ありがとう。レンタル丸々流行ってます。まいちゃん雨だとすぐタクシーになりそう。いや、そんなことないですよ。私雨でも走るかも、割と。なんか多少の濡れなら気にしないみたいな。ハートありがとうございます。もう傘を差す時もありますよ。雨降るとまいちゃんを思い出す。雨とまいちゃんで何があったんですか。なんかありますか。雨とまいちゃんあるっけ。なんか雨を見ると思い出す。なんだろう、自転車を見ると思い出す。え、私のこと？なんで？私も自転車乗らない人なんだけど。なんか丸々を見ると思い出すみたいなの。え、なんかね、最近は多分みんな多いのは多分ゾンビイコール私って多分なってる人はめっちゃいると思うんですよ。本通りで思い出す。おもろい。そんなに本通りいないんですけど、本通りを見ると思い出すの。桜を見ると、あ、春生まれですからね。ラーメン見ると、みんななんか何見て私思い出したんって感じなんやけど。どういうことですか。こけし、え、どういうこと。ブルーライブ行くと遅刻したなって思う。なんか悪い思い出し方じゃない。結構よくないよ。なんかもっといい思い出し方してよ。あんまりよくない思い出し方ですね。後ろ前に行く。いや、今日はでもさ、うちのお母さんがね、なんか、まあ舞ちゃん、服前後ろに着てたって話をお母さんが聞いたら、お母さんが、まあ舞ちゃんっていろんなもの反対に履くもんねみたいな、
来たりするもんねみたいな言ってて、そのなんか私靴をね結構左右反対によく履いちゃってたんですよ。子供の頃がまあ多かったんですけど、まあ、大人になってもなんか何回かあって、なんか靴の左右よく間違えるんですよ。でなんかライブでも一回あったんだけど、なんか若干の違和感はあるなと思ったんですけど、なんかそのままライブ出て終わったら、そう左に R って書いてあ R って書いてあって、であれこれ間違えたわと思って、そうなんか私よく靴をね多分反対に履くんですよ。なんか分かりづらくって、靴の左右がだからたまにあるじゃないですか、こう分かりづらいこうまっすぐな靴、なんかこういうさちょっととんがってたりしたら分かりやすいけどさ、なんかこうそのままの靴とかあるじゃん。なんかね、そうまあなんかよくはあるっていうか、うん多分みんなよりはあると思う。足の感覚鈍いな鈍いんかな、あんまりなんか思ったことはないんですけど、なんか違和感あるっていうか、なんか一回履き直してみたらなんかああまあこうかみたいな思ってみたいなでもなんかうちのお母さんはまいちゃんいつもつま先が反対向いてたよみたいな言ってて、なんか多分小学校とかぐらいからもう靴をいつも反対に履いてたらしくて、そう左右なんかねよく間違えます。扁平足ではないよね、私扁平足だよ、もう土踏まずが一個もないのも本当にもう削りたい。土踏まずがなくって扁平足の人はあの横揺れするらしいよ、こうやって立ってる時に。もう扁平足は関係ない気がするんだけどな。足が遅い、なんかねそれ言われたことある、なんか扁平足は足が遅いんだって、そんなことあるかちょっと扁平足の私がそのあのそうなんじゃないかってのをちょっとね晴らします。ぐらつく、いやそうなんかこう足があるじゃん、でこう土踏まずがある人はこうやってなんかこの点でちゃんとこう立ってるらしいんだけど、こう扁平足の人は全部こう平たいからこう何ですかこういう風にグラグラするらしくって、だからなんか全校集会の時も揺れてるみたいな、よくなんか言われてた、なんか揺れてるよみたいな、なんか扁平足の人は揺れるんだよみたいな、なんか横揺れするみたいな、ちょっと揺れるみたいな、揺れてると心配になる、いやあの心配になさらずそう面でそう立ってるから、ありがとう。気づかないの、なんかそこに意識を集中してないからかな、あんまり。うん、船でこうした時揺れ大丈夫だった、まあ自分も揺れてたらもう何が何だかもう逆に揺れないんじゃないですかねわかんないけど、揺れると揺れるが重なれば。足がつりやすいのは関係ない気がするんですけどね、関係あるのかな。でも私の足はすごいって、もうなんかすごい強いなんか足だって家族から言われて育ってきたんですけど、本当にそうだなって今も実感します。本当になんかすごい足だみたいな、強い
もうバキバキまあなんかうちのお母さんは私がお腹にいる頃から感じてたらしいですよ。もうすごい蹴りまくってたらしい、お腹の中で。足癖悪い？足癖悪いんかな。脚力すごい。なんかさ、お母さんがさ、普段さ、なんかお母さんの話とかもうしないでとか言ってくるんですよ。けどなんか今日はそんなこと言ってなくって、なんかこれ言っといてみたいな言われて、珍しいなお母さんがと思って。それが何だったかっていうと、七並べでパスばっかりしてバーストさせてくるんだけど、もうやめてくださいって言っといてって言われて、なんか結構ガチめに怒ってて、うちのお母さんがみたいな。なんか七並べでいっぱいバーストさせられるらしい。お母さんめっちゃ怒ってた。すごい。だからここに多分いるかは分かんないんだけど、なんか珍しいなと思って、忖度します。でもね、うちのお母さんがね、なんてアカウントかちょっと知らないと思うんで。はい、それに対してまいちゃんなんて答えたの？分かった、言っとくわ。伝言。まあ、何回も続くと嫌だよね。ありがとうございます。メラミックパスしないようにしてる。でも私もしてる。でも逆にその方が勝てたりするんだよ、意外と。そうな。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。舞ちゃんとも並べたいな。やばい、七並べをねログインできてない。あれだよね、月が変わるんだよね。月が変わるとか、こんぐらいの時期にちょっと変わるよね。新しくなるよね。あ、もう変わった？だからかも。なんかさ、スタートダッシュ多分お母さん決めてるからさ、なんかスタートダッシュはなんかランクインできるんだってよく言ってて、多分お母さんスタートダッシュを決めてる。今のランクインの中にいるのか、わかんない。どうなんだろう、ランクインしてんのかな。バーストばっかりしてたらランクインしてないかもよ。わかんないけど、どうなんだろう。ね、そうだよね、1位取らないとポイントが稼げないから。ありがとうございます。ね、やばい、超パッツン。まあ、何時？47分。
とちょっとで終わる。ありがとう。愛の甘さ聞きたい。愛の甘さ前歌った。歌う？愛の甘さもう2曲ぐらい歌いそう。自分だったらお母さんにごめんなさいって言ってあげてください。そんなあれですよ、もうそこまで真面目にそんな捉えなくても。あ、確かにアルバムの他の曲、毎日お願いします、愛の重さ、ちょっと待って、アルバムの他の曲でも小豆島とかさ入ってないのかな。小豆島入ってなかった。この水森かおりさんの瀬戸内小豆島っていうあの曲が出てきた。愛の よいしょ、歌うの、歌います、歌えますよ。気合を入れて結ぶ、片方だけいきます。ああ。こういう君でいてほしい、風に描いてた腕に抱くこともせずに、愛の重さ初めてわかったよ、今の気持ち背負ってみて知った、心がしびれるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう、責任に愛した頃は軽々と持ち上げていた、人は本気になればなんでも動かすことができる、困難から救い出そうと、火事場の馬鹿力さ、
君を守りたいと思い始めて、その存在が大きすぎて躊躇してしまった。ちゃんと考えなきゃだね。気持ちなんかどうしな、思いとか客観的判断できないよ。心は見えないから、きっと真相でいたら自分の方にいつも傾いてるはずだって思い込んでいた。そのバランス、真実とは後で明かされるもの。君を失いたくない、だから僕は強くなる。どんな涙あって人を愛す、その言葉は限りなく重い。愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心が痺れるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。54分だ。もう一曲いけそう。そんなの無理。ST の曲にしよう。急げ急げ急げ、やばい、間に合うかな。おもこいとか歌っちゃおう。ああああ。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れない。眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格。君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何を食べらう。君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日か思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、また出会って昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き
恋は誰も皆続かないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。終わっちゃいますか。ダチョウ予防、くまねパパさん、やまちゃんさん、もとまちさん、ふくちゃんまるさん、まさたろうさん、アルフォートさん、きのぺこさん、まささん、考えなしさん、こじこじさん、とぎゅのしわさん、ふくたろうさん、1位はパスちゃんさんでした。ありがとうございました。みなさんおやすみなさい。涙以上に微笑んでいたい、ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。忘れはしない、忘れないよ。おやすみありがとう。また明日。